机についた男は、彼の前に立つ宇宙的恐怖が前後におぼつかなげに動き回り、名乗士固いわめき声を上げ続けているのを眺めていた。我は究極の集合知性なり、我が差し響きはくまなく、何時の感じるところとはかけ離れしところより至る。我は壁の後ろにて待ち受けるもの。何時らが明らのわずかな日々をこぼち進まば、我は腐敗と破壊の象徴となる。我が六つの口は叫び続ける。そして七つ目は世界を終わらせる歌を歌わんとす。我が眼差しは正しく人の正気を消し飛ばすにふさわしきもの。それは男へとにじり寄ると、触手のごとき何かとしか表現できないそれで劇的な動きを示した。いかなる力も我を掴むことあたわず、我が園が終わりを迎えたと思わば、園は終わらん。我が力は何時が卑小な知性には及びもよらぬものなり。それはその重みを木星の S へと引きずると、男を睨みづけた。我は腐敗、我は破壊、我はザルゴ、我はキタレリ。いくつかの触手が机に叩きつけられた。なぜに我は SCP タリエズや、SCP 財団の管理者は、彼の前に歩く、不定形の怪物的な存在に何の動揺も見せなかった。暗黒の存在の深き一点から差し貫かれる赤い光も彼を変容させることはなかった。その代わりに彼はただ彼のメガネと剥げ上がった頭を光らせると机に目を落としただけだった。これを見てください。彼は重なった書類をパラパラとめくり始めた。これであなたが自分を SCP として登録しようとしたのは5回目になりますね。私はもう何度あなたにこう言ったのかわかりません。いいですか、聞いてください。これが最後です。我々はあなたの言うことにいかなる関心も持っていません。あなたは単純にその能力がないのです。我が声が届かざるか、あたかもそう要求されたかのようにザルゴは素早く成長させた。我は究極の集合知性なり、我が差し響きはくまなく。それはもうさっき聞きました。あなたは究極の破壊の力を持っていて、世界を終わらせることができ、そして他の資格試験にはいつも不服を漏らしている。繰り返す必要はありません。これは別に推奨しているというわけではないのですが、なぜあなたは何か危険なことをしないのですか？どこかを加減でも悪いのですか？何か危険なことをするだと、俺は何年も危険以上のことをやってきた。罪もない子供たちを狂気に導いたし、世界中で自殺の原因になった。出てこれる場所ならどこででも血を流してきた？なぜお前は俺に何か危険なことをしろだなんて言う？黒い物体は伸び上がり、その凄まじい力を振るおうとした。ザルゴさん、管理者は平坦な姿勢を崩すことはなかった。あなたはウェブコミックを見つけて、彼らを堕落させましたね。星々の瞬きの向こうからやってきた像はあっけに取られたように管理者を見つめると、彼の S へと沈み込んだ。彼は打ちのめされているように見えた。一体、なんで SCP になりたいなんて思ったんです？ああ、それはだな。ザルゴはもはやたけり叫ぶことのない口の一つからため息をついた。あの血まみれで痩せた男はあいつの画像をここしばらくずっとばらまいてる。みんなあいつのやったことについて話し、あいつの画像を凝らし、あいつの話を吹き込んでる。まるで普通のことみたいにな。あいつは自分のウェブストーリーだって手に入れたんだぞ。信じられるかそんなの？管理者は注意深くそう言うと、彼の顔を一方へ傾けた。しかし、なぜそんなことをしなくてはならないんですか？俺は不気味な像物としては目新しいし、いくらかの広告が必要だからだ。ウェブコミック展開は手始めだ。だが、俺の手法を連中に使わせるのは簡単だし、俺の名前が触れられることもない。俺に言わせれば、あれは俺にとってのでかいかもなんだよ。あんたにだって利益は大きい。そして俺はビッグネームだ。ヨグイコール、ソトースとかアザトースあたりほどビッグなわけじゃないが、認知性はバッチリだ。なあ、どうだい？気まずい沈黙が部屋を満たすと、管理者はメガネを外すとそれを片手で拭った。彼は心の中で頭を抱えていた。ザルゴは神経質そうに彼の S にそうかえ？管理者の答えを待っていた。ついに、管理者はメガネを脇へ置くと話し始めた。私がいくらかの怪しい不気味なもののコンテストに参加することを拒否しているという事実を除けば、我々があなたを加入させることができない理由はたった一つです。
それは封じ込めにかかる金銭や困難さの問題では、ああ、いや、682みたいな SCP もありますが、ちょっとした変更で閉じ込め続けることができます。あれが逃げ出してもね。そして、あなたは我々に協力する意思があるようですから、あなたを収容するのはパイを収容するようなものですね。はい。つまりですね、あなたはただ単に面白くないんです。ザルゴはその見解に怒りを沸騰させ、逆襲するためにいくつもの口を開いた。だが、管理者はそれを避けようとはしなかった。説明をさせてください。あなたは力に満ちていて、それはこの世界を考えただけで終わらせることができる。それは他の組織にとっては大変結構なものです。ですが、この SCP 財団では、我々の基準にあなたは合致しないために受け入れることはできないんです。あなたは我々の基準からは離れすぎてます。あなたは能力過剰で、つかみに欠けていて、その、言ってしまえば退屈なんです。その力を落としたとしても、あなたは我々のイメージにただ単に合っていないんです。しばらくの間、ザルゴは管理者を今すぐに終わらせるかのように見えた。数秒の緊張した時間が過ぎ、彼が肩を落とすと時間がゆっくりと流れ始めた。黒い物体はため息混じりに言った。おらい、わかったよ。あんたの勝ちだ。俺は自分を見つめ直すことにする。椅子は壊れて床全体に散らばっていた。管理者が言った。13番倉庫かカオスの反乱を試してみてください。連中は我々よりもう少し甘いと思います。ザルゴは感謝のうなり声を上げると、壁の中へと溶けて消え去った。管理者は、次の方どうぞ、と呼ぶ前に、しばらくの間自分自身に休息を許すと、次のう涙頂戴に備えた。長く、波打つような触手の顎ひげを蓄えた巨大で緑色の男が彼の部屋へと入ると、彼はその身を椅子へと詰め込んだ。数枚の書類をパラパラとめくると、管理者は目を上げて挨拶をした。今日はご応募いただきありがとうございます、ミスター。クプルー。